はい、こんにちは、おはようございます。4月の14日火曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現時刻が8時27分45秒、今過ぎたところ、もうじき8時27分50秒になるという時間帯でございますが、さて、東京市場のこの、幕開けの前にちょっと話題になっているというところを、改めて皆さんご存知のところかと思いますが、昨日の菅官房長官の記者会見ではかなりのやり取りになりました。星野源さんと安倍首相の、コラボというんでしょうかね、随分ゆったりしてるじゃないかというような批判的な質問がかなり飛び交っていたというところでございます。これ昨日の午前中の、最初から8分、5分、8分、それが始まったところぐらいからですけどもね、首相官邸のサイトをご覧になっていただければというふうにして思います。で、海外の方で、フィナンシャル・タイムズなんですけども、ちょっと話題になってますのはこちらでございます、フランス、マクロン大統領でございますがね、またフランスの方がこれ、ロックダウン、首都封鎖するんじゃないかというような見通しが出ております。それと、こちらのところにはちょっともっと下のところに、フィナンシャル・タイムズ、直接ご覧になっていただいた方がいいんだとは思うんですけども、このもっと下ですね、ソフトバンクグループの大型損失の内容がフィナンシャル・タイムズの方でも取り上げられております。今日の東京株式市場においてもおそらく話題になるだろうというところでございますので、フィナンシャル・タイムズのご覧いただければというふうにして思います。で、本日の東京市場に関してでございますが、こちらでございます、当社岡三オンライン証券の口座をお持ちのお客様にはメールマガジン投資情報部から送らせていただいてますけれども、おそらくハイボラティリティなかなりボラタイルな動きのところもちょっと一服して一巡したのかなというところの中で、継続してでございますが1万9000円のこの水準ですね。これ今東京金融取引所クリック株365での水準感でございます。プレミアムディスカウント乗っけておそらく今の時間帯で見ると1万9200円、1万9200円ぐらいで始まって寄りつくのかなという水準感だとは思いますけれども、やはりちょっと上値が重いというような状況は変わっていないところでございます。ニューヨーク州などにおいてはですね、コロナウイルスの伝染拡大というのも、ちょっと、一服っていうんでしょうかね、そうした兆候もうかがえるというようなことも州知事のほか出ているわけではございますけれども、今後、やはり各国の景況感に向けて、そして特に我が国においてでございますけれども、非常事態宣言出ましたけど、7都府県において、それぞれのなんて言うんでしょうね、支援策というんでしょうか、サポート、こうした企業に対するいろいろな施策というものにかなり差異があるねというところ、そうしたところでのノッキングっていうんでしょうかね、そうしたところではおそらく個別銘柄の旬別にもつながってくるかと思います。例えばでございますが、東京都においては、上場企業が1500、600ぐらいありますけれども、その他の神奈川県だとか、それぞれ、大阪府においても400だとかいろいろありますけれども、やはりサポートしてくれる支援策が違うことによって、今後の企業に対する企業収益っていうんでしょうかね、ブレにも、影響してくるんじゃないかなというふうにして注目しております。そうしたところでは国内においてのそうした各自治体行政からの支援策というのも、今後ヘッドラインニュースなどは十分ご注意していただければというふうにして思います。さて、で改めてでございますが、本日の東京市場そして欧米市場に向けてのテーマは何なのか、今回の売買シナリオこちらでご案内させていただきたいと思います。はい、まずはドル円からでございます。やはりちょっとこのチャートの形状を見る限り、かなり上値が重くなってまいりました。108円台に回帰するには正直かなり厳しい状況なのかなというふうにして見ております。ポイントは1点、107円の50圏、107円の半ばの水準ですね。ここを維持できるのかどうかが本日の東京市場、東京外為、そして、欧米市場に向けての課題になってくるのかなというふうにして思います。7の50、240分足ボリンジャーバンドのマイナス2シグマ支援しておりますが、ここ一番左のところですね、竹部のイラストを指しておりますけれども、107円のちょうど水準から50、して50から7の80と、上昇した価格帯ございますけれども、ここをどの程度まで埋め戻していくことになるのかどうかがポイントというふうにして見ております。上値においては108円台戻せるのかどうかというところなんですが、108円の10銭水準ぐらいまで、戻っていったらいいなぐらいのところのイメージを持ってしているというのが本音でございます。200日線もちょっと割れてしまいましたので、こうしたところでは今度はこの水準をもってして、ドル売りが非常に持ち込まれやすいというところで、108円台の前半がちょっと重くなってしまったのかなというふうにしてチャートの形状上からでも見ているところでございますが、基本的なドルが潤沢に出ている、FRB も供給をしているという流れの中で、今後でございますけども、米国株式市場のために FRB も、そして米国政権もドルの潤沢性を強めている、要は緩和志向を強めているというところでございますので、そうした状況の中ではドルの上値重さというのはこれ否めないのかなというふうにして思うんですが、今夜でございます FRB の各幹部からの講演会がございますので、こうしたところ一応ですね、ドルに対するセンチメントを探られるかと思います。十分ご注意いただければというふうにして思います。そして日中でございますけども、さて、これちょっと非常に言い回しとしては微妙なところなんですけども、一帯一路を突き進めている中国、この新型コロナウイルスに関しては勝利宣言などいろいろ出しております。で、一帯一路シルクロードとして今度は、これも一部の報道などではマッチポンプというふうにして言われておりますけれども、中国がいろんなところで新型コロナウイルスに関する、突破力っていうんでしょうかね、こうしたものを喧伝しているという流れの中で、さて3月の中国の貿易収支が今日発表されるわけです。いろんな見方あろうかと思いますが、実際にマーケットにどのような結果で示されるのか。で、特にこの中国の貿易収支、今中国の回復程度ないしは現実的な低減性というのを探られるかと思いますが、こうしたものにかなり感濃度を強めるのがオーストラリアドル円なのかなというふうにして見ております。5ドル円お取り組みの方ですね、十分ご注意していただければというふうにして思います。で、ちなみに現時点においてですけれども、68円台の後半というのが、これ大体オーストラリアドル円の今水準感、68円の85水準ぐらいでしょうかね。一旦ちょっと下押ししてきたところからもう一回戻してきているような状況でございますが、全般的にでございます。資源国通貨、新興国通貨が対ドルでの強弱、非常にぶれやすくなっておりますので、クロス円お取り組みの方ですね、全般的にこの中国の貿易収支に引っ張られる可能性も非常に強い場面があろうかと思いますので、ご念頭に置いておいていただければというふうにして思います。はい、そして今度は東京金融取引所クリック株365でございますが、その前に昨日の日経平均株価でございますが、前日比でやはり400円強マイナスになってしまったというところでございました。1万9000円を維持させて、一応終了した形になっております。で、本日でございますが、今クリック株365が19100円台維持させておりますので、なんとかこの水準よりもプラスに19200円台ぐらいで寄りつくのかどうかというところが多分ポイントになってくるかと思いますが、昨日の東証一部の値上がり銘柄数は400ありませんでした。値下がりが1700、というところでございましたので、33業種31業種も下落してしまったというような状況でございました。で、今日はそうしたところの、戻しがあるや否やというところもちょっと期待したいところなんですが、米国株式市場がやはりちょっと重かったですよね。こうした状況を踏まえてでございますけども、クリック株365の方でもやはり上値重さ、やはり意識せざるを得ないのかなというふうにして睨んでおります。1万8800円から1万9300円で、ちょっと微妙なところなんですけども、ね、1万9200円と一番最初にちょっと書いたんですけどもね、200円、250円、300円水準ぐらいまで瞬間的に戻るかなというところが、これ今日の上限のレンジというのはちょっと竹部の期待値がかなり入っているのかもしれません。240分足ボリンジャーバンドの中心線とマイナス2シグマの間でのバンド内ウォークというふうにして見ております。1万9000円の攻防に最終的に落ち着いてしまうのかどうかがポイントというふうにして睨んでおります。で、継続してでございますが、個別銘柄においての旬別出てくるかと思いますが、今夜でございますけどもね、米国の JP モルガンだとか、銀行系のところの決算発表、ウェルズファーゴだとか出てまいりますので、そうしたところは明日につながるような形になってくるかと思いますが、金融機関などの旬別というのも出てくるのかなというふうにして見ております。で、昨日でございますが、プラス強度としてトップだったのはイオン8267、日経平均これ2円、30銭弱ぐらいでしょうかね、押し上げに寄与した形になっているんですが、冒頭に申し上げましたちょっとハイボラ相場というのがちょっと終わってしまったような状況かと思います。そうなりますと、下旬に向けての、決算を見越しての旬別、そうしたところでの指数に寄与する銘柄がちょっとどん程度なのか大きいところが出てくればあれなんですけどもね、ファーストリテイリング、昨日はマイナス強度としては66円、9983が寄与しました。で、先ほど、フィナンシャルタイムズのところでもご紹介させていただきましたが、ソフトバンクグループですね、こうしたところの影響がないし情報通信など関連するようなところが広がりを見せるのかどうか、この辺が本日のポイントというふうにして睨んでおります。はい、ということであと残すところが12分ぐらいで、12分じゃないですね、22分ですね、あと残すところ22分で、東京、証券取引市場日経平均株価の寄り付きが始まってくるところでございます。ドル円レートがちょっと重くなってまいりました、そうしたところもちょっと意識するのかどうか、材料視するのかどうか、ちょっと非常に微妙なところだとは思いますが、基本的には新型コロナウイルスに関連するマーケットセンチメントが基本的に変わっておりません。関連報道におけますマーケットの関連濃度、ちょっと取引画面内のヘッドラインニュースなどですね、やはり継続して横にらみしていただいて、上下双方向のリスク十分ご注意していただいてお取り組みいただければというふうにして思います。今日東京市はね、外の天気はちょっと晴れやかになってきたんですが、まだちょっと冷え込むようなところでございます。皆様方もお体の方、健康管理の方もですね、十分ご注意していただいてマーケットをお取り組みいただければというふうにして思います。以上4月の14日火曜日の株と為替の売買シナリオでございました。